えー、欧州選手権女子ショートプログラムの皆様の感想に僕が突っ込んでいきたいと思います。えー、195t さん、えー、よろしくお願いします、えー。若干太めちゃんでしたが、顔は美人さんで、迫力のある、えー、魅力たっぷりな演技でした。皆様ね、ご存知でしょうか。僕、先ほどの動画でお伝えしたジョセフィン・タイ・エガードっていう、ね、選手がいます。スウェーデンの選手なんですけど、 えー、彼女少しこうボリュームがあるんですよ。うん。ところがどっこいで人気があるんですね。えー、僕はねあのー、すごいこうハマ、えー、りましたね。うん。えー、サニー太郎さんよろしくお願いします。カブ君こんばんは、えー。実は僕もこの選手印象に残りました。これはねえー、っとアシュリー・ワグナーに憧れているんじゃないかと思われる、えー、チェコの選手の。 エリスカ・ブレイジノバっていう選手ですね。この選手は本当にあのうん、えー、そうなんですよ。あ、違うか。これはあれか。あ、えー、サリータノさんあれか。えー、っと間違えました。えー、っと先ほどの、えー、あれであってますね。あのなんだっけな、えー。スウェーデンの選手です。女性フィン、えー、タイガードか。 であってますねそうなんですよ、えー、実は僕も、えー、この選手印象に残りましたカブ君が取り上げてくれないかなと思っていましたんで本当に動画にしてくれて嬉しいです、えー、何よりもとえっ、ー、と曲が特徴的で、えー、カークカクとした動きなどで忠実に音に合わせて演技していたのが印象的でしたかっこよかったですよねあの彼女 選曲もとても良かったと思ったんで、えー、僕もすごい、ね、あの印象に残ってたんで、えー、もし、ね、オリンピックに出るんだったら彼女を、ね、注目したいと思いますスウェーデンの選手ですねジョセフィン選手、うんえー、1 9 5 t さん、えー、欧州選手権は 今までは後から主要な選手だけ動画でチェックすることが多かったんですが、えっとですね、全く僕も同じです。本当に同じですね。あの前はカロリーナ・コストナーとかキーラ・コルピとかステファン・ランベールとかいた頃ですね、なんかそういったサラ・マイヤーとかしか見なかったんですけど、本当にあの今回 YouTube の、えー、ISU のやつ全部、ね、最初から見ましたんで、こんなことはなかったですね。全全選選手手権のの時だってあの全員の選手を確認することって ってなかったんですけど、まあ、最近はほぼ全員の選手を、ね、最初から最後まで見ることが多くなったんで、まあ、すごくあの個性的な選手が見つかったりして、えー、僕の中でここう,うんてですかねこの新人発掘っていうねことも結構できたんでやっぱりこうなかなかこう世の中に出てきてない選手でも面白い選手結構いるなって思ってねそういったのは非常にやっぱりいいですね。えー、昨日今日は初めからじっくり観戦しています。 前半は日頃見慣れない選手も多いのですが、それぞれ衣装や、本当そうです、衣装とかね、とても良かったですね。あったっけな、僕ね、もうと人ね、エストリアのね、エバロッタ・キルブスっていう選手、本当に面白かったですね。一度見たらやみつきになるっていう感じのね、ちょっと中毒性が、ね、あるあの、そういった演技が、中毒性のある演技をするっていうかね、そういった選手もいたりして、面白かったですね。 えー、それぞれ衣装、えっと、や演、えー、芸、個性的で20歳を超えた選手もそうなんですよ年齢も結構、ね、超えてた選手が多かったんですよ。なんか久々に、えー、大人美女の円熟演芸も見れてこれはこれでやっぱりいいなと思いますね。えー、後半は華奢なロシアと少女たちの出番が、えー、待っていますということですね。でもちちろんこちらのハイレベルな 戦いいも楽しみですいやーすやごかったですねただちょっとミスがねワリエバ以外はありましたね。うん。ズルソワが、まあ、想定の範囲内でしたけどシェルバコワがちょっと残念でしたね。えー、ロシアについては後でまたお話が出ると思うんですがええー、ヨーロッパ選手権が行われているエストニアにも美人の国として知られているということですね。 なんかスウェーデンはイケメンがなんか多いっていう話があったんでエストニアは結構美人が多いということなのかなうんでもなんか聞いたことあるようなないようなラトビアだったかなうんラトビアとかエストニアってすごいなんか美少女が多いってなんか聞くので、うん、それと関係してるんですかねはい えー、そして、優のゆりやさんとしては珍しいですね。これ、30歳の選手がいたんですよ、えー。名前はちょっと忘れましたけど、30歳の選手がいてあ、なんか僕も頑張ろうってちょっと思っちゃいましたね。うん、かぶさんも頑張ってください。えー、頑張ります。ここは大好きさん、おはようございます。これも、ね、トピックなんですよ。 名前がね、なんとか山田っていう選手なんですけど、えー、アジアの方かな、日本人かな、ハーフの方かなってね、えー、話したんですけど、反対回りの選手ってね、なんか日本の名前がありましたね。うん、日系スイス人かなということで、まあ、気になってるんですよ。とてもいい演技でしたよね。うんえー、フリーもチェックしていきます。 えー、ゆうのややさん、今日もくまさんがいますね。かぶさんの貴重な歌声が聞けました。うん。えー、なんか、なんだろう、どっかで僕、歌っちゃいましたね。うんえー、195t さん、美人で顔立ち、髪型雰囲気、そっくりでした、ね。これ多分ね、アシュリーワクナーのね、えー、演技を、あのやあの音楽をやっていたエリスカ・ えー、エリスカ・ブレジノバというチェコの選手のことですね美しかったわということで彼女絶対ねもうアシュリー・ワグナーに憧れてますね。うん あそしてこちらですね、シェルバコワについて、えー、195t さんから、去年の世界チャンピオンなのに、えー、今季はたびたび転倒がありますね。まああのね、世界チャンピオンなんですけど、まあ、なんだかんだで結構ミスがあったんですよ。まあ、ショートもちょっとステップの,あの入る時につまずいちゃったりとか、まあ、フリーも結構ミスがあったりしてるんで、結構昨年の,あの、まあ、世界選手権からちょっと嫌な感じはありましたね。 昨シーズンですね、うん、で今期は、まあ、怪我とかの影響もあってちょっと心配されて前半の方は良くなかったんですけど一旦良ね、良くなったんですよ。うん、でもそこから、ね、ちょっとロシア選手権であんまり良くなかったとっいう感じなのかな、うんえー、フランス大会では大きく転倒とかもありましてね、えー、なかなか良くなかったんですけど、まあ、今回の,、えー、このヨーロッパ選手権でも、えー、ちょっと、えーまあ、ミスが出てしまったといった、まあ、感じになってますね。 結果を求められているプレッシャーかななんか見てて辛いです。フリー頑張ってほしいですね。ということでね。まあ、いろいろその、要はその、まあ、リーザと、リーザとの、えー、あの問題、署名問題とかね、まあそういったところでしょうかね。うん。結構いろんな悩みがあるのかなっていうところがね、ありますね。悩みが感じられます、シェルバコアには。 はい、アンパンタンさん、よろしくお願いします。えっと、ル,ルッツに E がついたようです。基礎点、GOE ともに減点ということですね。これは確か、ペラルーシの選手でしたかね。ビクトリア・ソフォドボアワ選手ですね。完璧な演技をしたのに63.07ということですね。ちょっとプロトコル表見ますか、じゃあ。こちらですね。ビクトリア えー、サフォノバっていうね、選手の得点、そうそう、すごく、あ、なるほどね。あ、本当だ。トリプルルッツが E マークついてますね。エッジエラーになっちゃったのか。うん。まあ、これがつくと、減、まあ、点、GOE でマイナスが多くなっちゃってしまいますね。はい。あとは、ステップシークエンスはレベル3ですか。なるほど。うん。まあ、でも結構、トリプルルッツ以外は、 良かかった感じでしょうかね、うん、曲はタイムトゥーセークバイでしたね。はいまあ、もうちょっと出るかなっていう雰囲気があったんですが、プログラムコンポーネンツもね、全部7点台、29.01でしたね。はい。次、アンナ・シルバコアですね、について、えー、アンパンタンさんから頂きました。ジャッジ4番の採点が、ゴーイングマイウェイな感じです。ということみたいですよ。 え普通のところは普通でもたまに突然激辛になる、えー、プロトコル分析待ってますということみたいですなるほどちょっと全員のジャッジまだ分析してないんであれなんですけど、まあ、ちょっとシェルバコアについてなんでシェルバコアをちょっと確認していきますか ミルクティーさんからもジャッジ4番についていただいてますね。えー、カブ君こんばんは。よろしくお願いします。えー、ワリエワ選手、90点台。点数だけ見ると男子のショートプログラムみたいですよね。私はスケート経験者ではなく、見る戦なので、細かいことはわからないのですが、人をしてとても滑らかに滑っているなと思いました。また、ジャンプだけではなく、メドベージュワ選手のような表現力も彼女の武器の一つになっているなと改めて実感しました。 ルナ・ヘンドリックス選手も、えー、すごかったですね、えー。彼女の力強い演技とジャンプを存分に発揮していましたね。えー、シルバコワ選手、ノーミスでいくかと思ったんですが、惜しかったですね。6分間練習を見てても、あまり転倒、失敗している様子がなかったので、えー、大丈夫かと思ってたんですが、やっぱりプレッシャーもあるんでしょうか。えー、でも、PCS はワリエワ選手に次ぐ2位でした。さすがですね。でえー プロトコルを見て気になったんですが、ジャッジ4番の方の方ステンでしたジャッジ4番っていうのはちょっとポイントになりつつありますね。違い要素で要素も他のジャッジの人より低い印象でした。7.75はあまりにも低いと思います。どうなんでしょうか。フリーの演技、頑張ってほしいです。えー、ということで、ジャッジ4番、早速見ていきますか。 あそしてミルクティーさんコメント続きですね、えー、女子フリースケーティングは日本だと1月16日に行われるんですが、私は大学共通テストがあるので、あ、なるほど、えー、頑張っていただきたいと思います。ぜひね、えー、大学共通テスト頑張って、えー、応援してます、えー。きっと気になりすぎてテストどころではないです、えー。テスト終わってから思う存分見て楽しみたいと思います。えー、カブくんの YouTube も楽しみにしています。 いろいろと負けずに頑張ってください。応援してます。えー、僕も、えー、ベルギーからちょっと、えー、炎の応援を送りたいと思います。はい。はい、ではね、アンナシレバコワさんの、えー、ジャッジ評価を見ていきたいと思います。ジャッジ4番。ジャッジ4番は、えー、っと、フランスのジャ,ジャッジかな多分ね。 ジャッジ4番が厳しいっていう、スケーティングスキルが 7. 点あ、本当だ、本当ですね。フランスのジャッジか7.75つけて,てますね。本当ですね。あ、本当だ、結構厳しめですね。他のジャッジに比べても。うん。えー、他のジャッジが皆さん9点台、イタリアンジャッジが8.75ですけど、でも、それにしては結構フランスのジャッジが返りが。 見られてるいる方とう印象ですほ、ねまあ、他の項目もですね全体的に厳しめでしょうかね、えー、トランティションも1人だけは、あイタリアも張ってんだいかうんイタリアも若干厳しめですけどまだイタリアの方がそんなに他のジャッジと離れてる印象がないのでフランスが結構離してるのかなっていう感じがありますかねあ本当だ ジャッジ厳しくなってますイタリアも音楽の解釈8.25なんでまあフランスとイタリアが厳しめにあの出てる出てるかなっていったところでしょうかねああでもこれはなんとなくだけど国の政治的なものもあるのかなうん、えー、ロシアの選手ですよねだからまあ他のこういった国はまあ結構ロシアと関係性が高いっていう部分もあると思うんでまあそこでもドイツも ドイツは別に普通だから全部聞いてんだよ。そういうことではないか。うんまあ、フランスとイタリアとかだとやっぱり随分ね、えー、表現の,の PCS とか、まあ、表現の、ねえー、仕方の,その、まあ、感受性の捉え方ってのはかなり違うと思うんですよね。だからまあそういったところでちょっと点があれかな、分かれてる部分はあると思うんですけど、まあ、それにしても結構フランスは低めに出ましたね。32.40ですからね。うん。はい。本当だ、厳しめですね。だから。 うん、今回、ロシアンジャッジはいないんですね。えー、ちょっと気になったね、カミラ・リエワのショートプロ、えっ、ー、と、PCS を見ていきます。あ本当だ、カミ選手も8点台ですね、4あのフランスジャッジが。うんあ本当に厳しい感じになってる。うん、あでも、そっか、そうだね、確かに他のジャッジが9.5を超えてたりする中で。 イタリアチャッチャはそんな厳しくないですね。10点も2個あったりして。ただフランスが8点台があるので、これはフランスだけですよね。うん。ちょっとフランスが厳しめに出てるかなといったところですね。もう一人見ますか。ヘンドリクス見てみましょうか、うん。あ、ヘンドリクスにはそんなに厳しくない。うん。あ、他のジャッジとそんなに変わんないですね。8点台。まあ、あ、でもそっか。あ、 あでも、あんまり変わんないですね。皆さんが30、でも、そっか、36点とかもあるから、あれかなあ一番厳しいのか、一番厳しいのか、あ一番厳しいのはこれですね、このジャッジですね。はい。えー、でもそ、全体的に厳しいのかなだとすると。じゃあ、あのフランスのレア選手のジャッジ見てみましょうか。自国の選手はどうかって言ったら、 あでも、そうでもないですね。フランスの地獄の選手にも、フランスジャッジは厳しい、厳しいですね。うん。別に優しくはない。あ、でも一番この中だと甘いのか。10位につけてるかね。うん。そうですね。まあでも、6点もあったりするんで、別に特段厳しい、優しいわけじゃないんで。このジャッジ、絶対的に厳しいジャッジですね。ジャッジ4番は。うん。ね、スケーティングに対して結構、あれかな、厳しくしてるジャッジなのかな。 稽古がつかみましたねジャッジ4番がちょっと、えー、まあ、あのそう絶対的に厳しめだったなっていう部分がありますかね。チェルボコアには特に厳しくしてたんですけど、でもフランスの選手にも別に優しくしてなかったんで、まあ、結構厳しめに傾く選手あのジャッジなのかなっていう印象を持ちましたね、まあ。こういうタッチって1人必ずいるんですよ。どの大会にもね。だからおかしなことではないんですけど、ちょっとね、 7点台はシルバコアには厳しかったのかなっていうね、印象があったんですけど、えー、まあ、ジャッジ会議で突っ込まれるの,るのかなっていうところでしょうかね。えー、タップダンサー、投げさん、おはようございます。ワリエバ選手、ついに90点、えー、超えましたね、えー。例のごとく男子の得点に換算したら、100点13になりました。4回転なくてですよ。あ、でもそっか、4回転なくて100点だから、つまり、ジェイソン・ブラウンと同じですね。 うん、なんかそう考えると、ジェイソン・ブラウンは割リワと同じ級っていうことですよ。つまり、割リワ級っていうことなんですよね、うん。ジェイソン・ブラウン、なんか急にジェイソン・ブラウンがすご,くすごいと思い,思い出しましたね、えー。思ってきちゃいましたね。2、う、位、んえー、のヘンドリックス選手とは14.20ポイント差。えー、すごい差があの開いてますね。 今回の90.45という特典、そのままの点数でも男子の6位に当たる点数です。まあ、要は最終グループということになるんですが、1人だけ違うカテゴリーで勝負しているみたいなことになっていますね。いや、もうね、どうぞどうぞ言ってくださいという、ねえー、感じですね。もう余裕さえ感じ,感じます。余裕の女王。 えー、ビダマサさん、よろしくお願いします。シェルバコアについて。うーん、コンビネーション店頭で PCS 結構もらえるのか、あんまシェルバコアのスケーティングコノミーじゃないから、高く見えるなっていうところですね。まあ多分だけど、まあそういった方がフランスのジャッジだったのかなっていうね、印象もあるんですが、あまり関係ないかな。うん。そう。まあ結構でも、どうなんでしょうかね。うん。 えー、キチュンさんよろしくお願いしますこんばんはえっとこうなるとかなりの確率でショートプログラム80点以上出せた木平さんが、えー、出れないのはやはり残念でなりませんねそうですね木平選手がやっぱこの北京五輪の代表にいないっていうのは日本としては痛いですね痛手です はい、シェルバコワさんは最近調子悪いですね。シェルバコワさんはいい人そうだから、ドゥクタミソワとの件でいろいろ傷ついてそうですね。心ない言葉を投げかけたりする人もいそうだし、結局ね、いたんですよね。あの記者会見でなんでシェルバコワが行くんですか、オリンピックにみたいなこと平気でね、記者が言ったっぽいんですよね。うん。なんかそういう、なんか良くないなって思うんですけど、えー うんはいはい、いや本当あれなんですが今岡さんよろしくお願いしますカブさんこんにちはヨーロッパ選手権の女子ショートプログラムはとても見応えがありましたね印象的なこととしてはフリーの最終グループに残った6人の選手のうち、えー、ヘンドリクス以外の選手がロシア人でこれありがとうございますあの新しい僕知らなかったですね、えー、クラコワ グバノワの2人は国籍を変えて出場してきたことです、えっと、ペラルーシュだったっけな、ペラルーシュかなアル、アゼルバージャンでしょうかね、なんか結構ね、なんかロシアン風の滑りだなと思ってたんで、案の定そうだったっていうことですね、まあ、どで強いと思いましたね、なんかロシア風のスタイルで。うん けに強いなと思ってたらそういったからくりがあったということですよ競争の激しいロシアから勝ち上がることも以前とは異なる練習環境で技を磨くことどちらも立派な選択だと思うんでそれぞれベストな演技ができるといいなと思いました、えー、完全に国籍も変えてるっていうことですよね、えー、グバノマ選手は日本にもたくさんファンがいて、えー、クリーンな演技ができたことを喜ぶ声がツイッターにたくさんありましたグバノマ選手っっって誰だったっけ えっとクラコバ、クラコポーランドの選手から違うかな、それはクラコバか、えー、クバノワ選手、チェックしてるんですけど、ね、えー、っと多分僕も、えー、チェックした選手だと思うんですけど、ちょっと今、見当たらないですね、えーと。最初の方の選手かな、あいた、グルジアですね、はあ僕も良かったと思った選手ですね。うんえー えっと、アナスタシアグ・グバノバ選手ですね。よかったですね、彼女、うん。なんかやっぱりロシアのような感じがしたんで、そういったからくりがあったということですね。グルジアに移ったということで、衣装は黒、全体的に質がやばいって書いてありますね。うん、そうそうそう。はい。そんな感じで、えー、ジュニア時代には、えー、ザギトワ選手と競う実力の持ち主だったようですよ。 とても表現力のある選手なんで今後もっと注目していきたいと思いました。ああ、なるほどね。ってことは、ピョンチャン五輪であの本当は出たかった選手ですね。うんあの頃も結構ね、やっぱり、えー、他にも強い選手がいましたけどね、やっぱりロシアの層が厚かったんでなかなかね、難しかったんでしょうかね。うん えーユーエアさん、カ、え、ブ、ー、さん、ワリエワちゃんの90.45ってすごいですね。まさに絶望ちゃんですね。ベルリーのヘンドリクスの2位もすごいですね。まあ、個人的にはね、僕ワリエワさんの90点よりもヘンドリクスの、えー 方がですね目が飛び出るほど驚きましたね。オリンピックがもう楽しみになりますね。ロシアの3人目が誰になるのかも注目ですね。そうですね。だからまあシェルバコアということになるんですけど、ね、シェルバコアが一体何位になればあのシェルバコアが選ばれてリーザが選ば,れ選ばれないのか、あるいは何位になれば逆にシェルバコアが落選しちゃうのか、そこら辺がよく分かんないので、ちょっと。えー まあ、とりあえず頑張ってほしいなと思うんですけど、まあ、ヘンドリックスも強いんで、えー、ちょっと頑張ってほしいですね。うん。えー、やさん、おはようございます。よろしくお願いします。カムさん、こんばんは。おはようございます。えー、今日10時半から J スポーツで欧州フィリア女子があるので、ヘンドリックス選手見てみます。ということですね、これフリースケーティングのことかなショートプログラムの、えー、再放送っていうことかな ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、いずれにしてもね、えー、かなり良かったと、良い,いので、まあ、でもフリーは緊張しそうですね。うん。はい。えー、それではですね、これで欧州フィギュアスケート選手権女子ショートプログラムについてのコメントを読みながら、僕のツッコミを入れて、さらにジャッジ分析も完了したというふうに思いますので、これで終わりにしていきたいと思います。皆さんありがとうございました。